軍民転換とは、軍需産業を自動車、家電といった民需産業に転換すること。対応する英語相図2プラウシェアーズは、イザヤ書に由来する。1959年に国連に寄贈されたソ連の剣を好きに打ち返るぞ。ソ連の軍民転換は、ゴルバチョフ政権が推進した。既得権益を脅かすゴルバチョフに対して、ソ連における 軍産複合体の代表であるドミトリー・ヤゾフ、国防省やオレグ・バークラーノフ国防会議第一、副議長、アレクサンドル・チジャコフ国営企業、産業施設連合会会長らが、ソビエト連邦の崩壊のきっかけとなる8月クーデターを起こすきっかけとなった。一方アメリカでは1961年に、ドワイト・アイゼンハワー大統領が、軍民の関係を批判する演説を行い、この際も、 剣を好きに打ち返るの話が用いられた。1987年にソ連と軍拡競争を行う一方で、米ソの緊張緩和も求めていた。当時のロナルド・レーガン大統領は、国連総会で剣を好きに打ち返ることを呼びかけた。歴史的にはその時代の最先端技術を軍事技術がリードした分野も少なくない。古くから存在する暗号技術、19世紀の製鉄、 科学工業、電信などの通信技術、20世紀の航空機、ロケット、トランジスタに起源を持つ、半導体、無線通信などは、軍事技術と密接に関わっていた。身近なものでも、当初、軍用として開発され、その後、民間でも利用されるようになったものが多く存在する。例えば、古いものでは、缶詰、近年の代表的なものではインターネットがある。 このように軍事技術が最先端技術をリードし時代が下った後に民間にも転用されるというサイクルが20世紀後半まで続いていたまた21世紀に入ってもドローンなどが民生に転用され軍事技術と民間技術の境界が曖昧なデュアルユースの問題も起きており特にアメリカに次ぐ規模で軍事費を投じて軍備増強しつつドローンや家電 自動車など民主産業でも台頭して、アメリカに莫大な貿易赤字をもたらした中華、人民共和国は、軍民融合を掲げて、米中冷戦や米中貿易戦争とも評される、アメリカとの対立を起こした。ありがとうございます。